改めましてこんにちは、神戸学生よさこいチーム湊です。先ほどご紹介にもありました通り、これより披露させていただきます演舞はですね、神戸市にある布引の滝という滝にまつわる伝説が題材となっております。滝での修行を経て娘が弁財天という神となり、町を襲う妖怪を退治するというストーリーとなっております。見てくださる皆さんに神戸の物語を知っていただけたら、楽しんでいただけたら、そういうふうに思います。総踊りの後ではございますが、元気いっぱい最後まで踊らさせていただきます。ご声援手拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。幾代に流れる白き布に光れしは、まばゆい街、これは糸井の娘が紡ぐ物語、湊2019かなで。シャーマッサイマッサイスタート、みんなで、はいはい、神戸港の街から街へ、心を合わせて、さあよっせい、いやった、はっ、あっ、いやった、もののけよ、せっよ、邪気をまといて、この式姿、もののけに、そう、回りゆく世界に、なすすべはなかった。湊鉄舟。